ネクサス株式会社は、群馬県高崎市に本社を置く、パチンコホールチェーン事業を行う企業。群馬県の物流業者、片品運送のアミューズメント部門として、1995年7月に、群馬県沼田市にて1号店を開店。2004年に、片運より分社する形で、ネクサス株式会社を設立。D ステーション及び、スーパー D ステーションの店名で展開。設置台数1000台以上の大型店舗は、店名がスーパー D ステーションとなっている。2013年からタレントの南明奈をイメージキャラクターに起用していたが、2020年からは、後述の林桜が引き継いでいる。2017年11月には、福岡県、長崎県でパチンコホール、P ゾーンを展開していた株式会社パラダイスを買収し、九州地区に進出。関東地区を中心に58店舗を出店している。2021年2月にパラダイスのパチンコ及び飲食事業を分割してネクサス本社へ承継した。D ステーション、スーパー D ステーション敷地内に設置する食堂、ご飯&カフェモーメント、勝どき食堂のほか、谷中食堂を運営する。2017年11月、東京都港区西新橋にホテルネクサスドア東京を開店した。同ホテルの特徴として宿泊者全員が利用できる絆ラウンジがあり、アルコールを含むフリードリンクサービスが提供される。群馬県太田市で天然温泉湯学部を運営。カプセルホテルを備えた日帰り温泉。フィットネスクラブ、SPORESHを運営。群馬県内に2店舗、埼玉県内に1店舗。群馬県太田市でインターネットカフェ及びカラオケ店のジマ、本格的なレーシングシミュレータ、130R レーシングシミュレータを導入したレースシミュレーション施設 D ステーションレーサーズを運営している。2009年4月にネクサスフェンシングチームを創設。2012年のロンドン五輪男子フルーレ団体に出場した所属選手の千田健太と淡路拓が銀メダルを獲得した。代表の星野聡が若い頃は国体選手になるほどのフェンシングの腕前の持ち主であり、オリンピック出場を目指したこともあったため、その振興のためにチームを創設したという経緯がある。店名の D ステーションで2011年にスーパー GT に参戦するクラフトのメインスポンサーとなり、2012年から2015年にかけて、KONDOレーシングのメインスポンサーを務めた。また、レーシングドライバーの藤井正長のパーソナルスポンサーにもなっている。代表の星野も車好きが高じて50歳からレーシングドライバーとなり、スーパー耐久やポルシェカレラカップに参戦している。2017年には D、ステーションレーシングを発足させ、元プロ野球選手で車やモータースポーツにも造詣がある佐々木一弘を総監督として起用し、スーパー GT、スーパー耐久、カレラカップの3カテゴリーに参戦、スーパー GT には藤井を起用するほか、星野もチームオーナーを兼ねながら、スーパー耐久とカレラカップのドライバーを務める。また2020年のスーパー GT では、パシフィックレーシングと組み、パシフィック D ステーションレーシングとして参戦した。D ステーションフレッシュエンジェルズ D ステーションフレッシュエンジェルズとは2011年より活動している同社のイメージがあるユニット。先日の自動車レースでレースクイーンを務めるほか、2016年からはそれまでスタイルコーポレーション所属者が担当していたスーパー耐久の公式イメージガールも引き継いでいる。2015年からは南香織がフレーンのプロデュースに携わっており、中でも同年度のメンバー4人は在任前後に日本レースクイーン大賞でグランプリを受賞したほか、南自身がデザインしたコスチュームが同年度のコスチュームグランプリを受賞している。地元のスポーツチームである群馬グリフィンレーシングチーム、以前はザ・スパ草津群馬、群馬ダイヤモンドペガサス、群馬クレインサンダーズの支援も行っていた。ありがとうございます。